幸せへの直行便に乗り換えるなら主家塾。はい、2023年2月の白く木星の運勢開運法をお伝えしたいと思います。きっとね、もう2022年絶好調だった白くさんですから、もうこのままわーっと行きたいっていうところを1月うっていうような感じになってませんか。あれっていうふうに思っている白くさん、今日ぜひ聞いていただければ、ここをね突破する方法をお伝えしたいと思います。2023年にどんな年になるのということで、まあ、手帳をね皆さんよくご覧になると思うんですけれども、じゃじゃーん、カレンダーができました。こういうね気学のカレンダーっていうのは世の中になかなか出回っていないと思うんですね。実はこのカレンダーね本当にすごくて特注なんです。まずはこのねデザイン、上にあるのはフラワーオブライフです。で、通常フラワーオブライフというとまあ、ただの絵かなというふうに思うんですけれども、このね宇宙を表していますので、まあ、多次元宇宙ですから、平面ではなくてもう何次元にもなっているものなんですよね。で、このデザイナーの方がですね、このエネルギーが全部こう見える方なので、本当にね細かいお仕事でもう素晴らしいフラワーオブライフが毎月ごとに展開しております。まあ、これがですね森羅万象のいろいろなエネルギーを受けて、このカレンダーを家に置いておくことで家の波動がすごくこうね上がったりしますから、家がパワースポットになるという優れものです。そして、まあ、カレンダーといってね思い出すのは、気学ではカレンダーは3つ以上家に置いてあったら貧乏になるよというふうに言われているのをご存知でしょうか。このカレンダー、実は日にちのところにね枠がしっかりこうしてね書いてあると思うんですよね。この枠がこうあるカレンダーっていうものは置いておくと貧乏になる、枠がねなければもちろんいいんです。で、このカレンダーはですね特注ですから枠がないんです。格子柄になっているような枠の手帳だったりとかカレンダーというものはあまりたくさん置かない方がいいと思います。で、この、まあ、気学のですね手帳ですから、まあ、線路がいつなのか、土曜がいつから始まっていつ終わるのかとか、満月、新月、そして二十四節気もちゃんと載っています。そしてさらに世の中の人たちは一粒万倍日であるとか転写日であるとか気になさる方いらっしゃいますので、そういったものすべて載っているカレンダー、そして気学を監修している阿久津智子さんによる気学のメッセージですね、開運メッセージもついておりますので、欲しい方はアイズオイルセラピーさんのホームページを載せておりますので、そちらの方からご購入ください。本日の動画では新しい年の運気をつかむ人が必ずやっているという初買い物についてお話しいただきます。ぜひ最後までご覧ください。はい、しかさん、初買い物とは何ですか？はい、2023年2月4日に初めて買うものの色を、自分が今年開座する星の色のものを買うと開運アップするというものです。毎年このねどこに開座するかは変わってきますから、毎年この色は変わってきます。つまり天の木、そして地の木、人の木、今年の役割、こういう年になるよというようなことを教えてくれています。それに対してこちら側が分かりましたというね、受け取る準備ができましたというサインが、この色のものを買うという行為になるんですよね。とても高価なものをね買う方もいらっしゃるんですけれども、もう日常使うようなものでもいいですし、安いものでも構いません。まあ、常にね身につけるものであればいつもね思い出せるとも思いますので、ボールペン1本でもいいですし、まあ、お財布の色にしてもいいかと思います。これはラッキーカラーということではないですね。そうなんです。はい、ですので今年の色ということで、今年はこのお役目を私はやりますという宣言カラーになっています。はい、ではぜひ2月の4日新年初めてのお買い物でこの色のものを購入していただきたいなと思います。はい、2月4日ねお出かけできないというような方はですね、気が強い翌日とかその翌日って1週間ぐらいのね間だったら大丈夫です。誰かにね買ってきてもらうというよりは自分で吉報の方に行って買いに行っていただくのがおすすめです。それぞれの色最後にねご紹介しますので、最後までご覧ください。2月の白く木星の運勢です。体調に注意。
よく休む、怒りが湧いてくる、でも大丈夫、悩んだら家族と話してみる、となっております。はい、まず一つ目ですよね。この改造を見ていただくと、白くは後天上位の一拍の上なので貫入をしているんですよね。ですから体調がまずもう思わしくない、なんかやりたいなっていう気にもならないというような感じで、もうちょっとでもやろうとするともうめんどくさいなーの方がもしかしたら先に立っていると思います。ですので、まあ、こういうような時にはですね、体が調子が戻ればまたやる気になります。ですから今焦ることなく休む時にはぜひゆっくり休んでください。実はこの運勢がとてもいい時に休んでおけば、このあとほんまねっていう風に来た時にね、体力が温存されています。ここでね、無理して動き始めてしまうと長引いてしまいますので、ここはもうぜひ九死の上になっていますからね、イライラ精神的にもきついと思いますので、ゆったりゆっくり休むがいいんですよね。怒りが湧いてくる、うん、それはやっぱり九死の上。そうなんですね。なんか自分が動けないからもう誰かにね、やってほしい、助けてほしいっていうふうに思うんですよ ね。自分が体調が悪いから周りにはね、分かってほしいと、私はこんだけ大変なんだから茶碗とか洗ってほしいな、洗濯してほしいなとかって思ったりするんですよね。でもなかなかね、それを周りのご家族とかっていうのは言わないと分かってもらえないというようなところもありますし、それはもう自分しかできないとかっていうふうに思うので、やっぱりそういうのがあってちょっとイライラしちゃうというか、分かってもらえないであったりとか、やってっていう風になかなか言えない、自分がやらなきゃなっていう風に思っていることから来るこのイライラだったりするんじゃないかなという風に思うんですよね。白く木星さんはなかなか甘えられないというかね、家族に甘えられなくて、うん、まあ、ちょっと当たってしまうみたいなところもありますので、うん、甘えてみる。そうです、そうです。自分のやり方があるので、完璧主義だから、掃除だったらここまでねしてほしいとか、六白の人も同じなんですけど、お風呂洗うんだったらこういう洗い方してほしいとかっていう風にしてきちっとするのが白くですよね。でも体調が悪いような時には、お子さんであったりご主人であったり周りの方たちとよくお話をして、ここでやっていただく、任せる、甘えるっていうようなところで、ぜひ家族の自分も成長してみてはどうかなというふうに思っています。なんかね、愚痴を言ってしまったりとか、なんでできないかなみたいな感じでもうイライラしてね、文句を言ってしまって、家族からソース感を送ってしまいがちなんです。白くの人は外面はいいってよく言われますよね。宅急便のね、お兄さんの時にはもういつもありがとうとかっていう風に言うのに、家のね、家族に対してはそういう感謝の言葉がなかなか出てこなかったり、もう当然でしょみたいなような感じで、家よりも外の人たちを大事にするところがあります。でもこういう弱った時に、本当は一番大事なのは身近な友達であったりとか家族であったりってするっていうことがね、気づけるチャンスなんですよね。ですからこういう時こそ家族とよくお話をすると良いと思います。の家は風化火人という風になっています。これは中を整えるという意味になります。ですから自分の家庭の中が円満であれば辛い時期も乗り越えられます。反対に自分のね、中というのも意味がありますので、家族の中だけではなくて自分の内なる声ですよね。精神的なところで弱くなったりっていう風な時こそ、自分の内なる声を聞いてみて、まあ、ここは休んでもいいよなとか、新しい新生白くさんにね、生まれ変わるところに来ています。一泊の上というのは物事のスタートというところになりますので、スタートの時っていうのは今までのやり方とはね、やっぱりちょっと違うことをやらざるを得なくなります。辛いところからのね、スタートになると思うんですけれども、そうした時に周りの人が本当に心をね、許せる間柄であれば乗り越えられると思うんですよね。それでは悩んだらぜひね、家族に当たるのではなく、厳しく言うのではなく、甘えて語り合ってください。はい、それでは白くの2023年の初買い物について教えてください。はい、今年は5
土星の上に乗っていますので、五黄って5つの黄色って書きますよね。ですので黄色のもの、イエローですね。ちょっとしたベージュから、まあ、ブラウン系でもいいんですけれども、アースカラーの色のものを選んでいただく、まあ、その中でも黄色はね一番分かりやすいと思いますので、黄色いものを2月4日にぜひお買い求めいただければと思います。2023年の1年間をどのように過ごせばいいのか、毎年恒例の朱夏塾の展望と開運セミナー、なんと今年はもう4時間にわたって政治経済から世の中のいろいろな流れを踏まえた、社会がどうなっているのかと、個人の運勢をどのように開運していけばいいのかという、こちらの動画をですね、もし受講したいという方は概要欄の方からお申し込みいただけます。そしてこの展望セミナーと私のライブ2月の19日セットになったチケットも特別に用意してございます。2月の19日に銀座のタクトでですね、私のトークショーとそれから歌のライブを今回初のソロライブということで開催する予定になっております。この開運トークショーの方はですね、開運コンシェルジュ協会の代表のまさやさんにもお越しいただいて、ゲストをお招きしてのトークですので、他ではなかなか聞けないような開運情報が満載となっております。もちろんその場に来ていただいて、身をそこにいるだけで開運気質になってしまうという、この YouTube のチャンネルと同じことをその場所でも行うことができるんですけれども、オンライン配信もございますので、ぜひご自宅にいてでもですね、2023年の運気アップにということで、2月の19日お申し込みいただければ嬉しいです。こちらも概要欄の方に載せております。そしてこちらの YouTube チャンネル登録いただいた方には、 LINE 公式のチャットの方から開運とメッセージを送っていただきましたら、開運気質に俺はなるという有料級の動画をプレゼントさせていただいております。こちらもぜひ登録をお待ちしております。本日もご視聴いただいてどうもありがとうございました。